木春議員。次の質問に行きます。6月28日に八幡市で小学校からの下校途中の事故で児童5人の死傷を引き起こした交通事故に憤りを感じます。安全に歩ける街づくり、そして歩行者のが安全に歩ける権利、安保権についての質疑です。この、事故そのものは飲酒運転である点は忘れてはいけません。しかし一方で道路側の安全対策も不可欠です。市内の防護柵、ガードレールの設置状況はどうなっているんでしょうか。塚田南小の東武本線沿いの防護柵は開校に間に合いありがとうございました。保護者の方に大変喜ばれています。しかし市内全域には安全が確保されていない通学路が多々あります。市内の、通学路の歩行者防護柵、ガードレールの設置を促進すべきだと思いますが、いかがでしょうか。道路部長。お答えします。通学路の安全対策は国の通知を踏まえて、策定した船橋市通学路交通安全プログラムに基づき、教育委員会、警察、道路管理者、学校等で合同点検を行い、対策内容を協議して実施しております。歩行者防護柵、ガードレールはこの合同点検で抽出された歩行者と車両の動線が交錯する交差点など対策が必要な箇所について継続して設置しております。朝倉幹治議員。合同点検を行っているとのご答弁がありました。この度の八幡市の事故を受け、千葉県教育委員会教育長より、船橋市の教育委員会宛てに緊急の一斉点検を実施する依頼があったと聞いています。船橋市教育委員会はどのように対応しているんでしょうか。学校教育部長。お答えいたします。議員ご指摘のとおり、千葉県教育委員会教育省から小学校の通学路の緊急一斉点検の実施について依頼がありました。その内容といたしましては、全小学校の通学路について市教育委員会と小学校で連携して危険箇所を情報共有するともに安全対策を強化することとなっております。これをおきまして、教育委員会といたしましては、通学路の状況を踏まえ、学校、警察、道路管理者と連携し、点検を実施してまいります。以上でございます。朝倉幹治議員。通学路の安全、歩行者の安全を図るためには、歩行者と車の交差点において歩行者と車の通行時間を完全に分離する歩車分離式信号の設置を進めるべきです。歩車分離式信号で、青信号、信号横断中に左折右折の車に巻き込まれる事故を防ぐことができます。市内信号の何パーセントが歩車分離式になりましたでしょうか。さらに設置を進めるべきです。今後、歩車分離信号の設置の予定はどうでしょうか。道路部長。お答えします。信号機の設置は千葉県警察が行っておりますが、千葉県警察からは令和2年度末現在で船橋市内には信号機が513箇所設置されており、そのうち35箇所が歩車分離式信号機であると伺っております。比率で言いますと約 7% となっており、これは千葉県内の平均 4% を上回っている状況にあります。また歩車分離式信号機の今後の予定については、山手1丁目にございます
サンランド船橋ゴルフ練習場、失礼しました。サンランド船橋ゴルフ練習場前の交差点の信号機を歩車分離式に変更すると伺っております。朝倉三木春議員。私は十数年前から地元の行田西小のスクールガード、もともとは郊外 PTA の郊外対策部やってたんですが、を週1回続けてます。子どもはもう大学生と、獣医師になったところなんですが、これだけは続けさせていただいております。でそして池田道夫市議と協力して塚田南小の開校準備の質疑要請を繰り返した経緯もあり、少なくとも夏休みまではとの思いで開校したばかりの塚田南小スクールガードも週1回しております。毎日でも私のように週1回じゃなくて毎日やられる方には非常に敬意と感謝の思いを持っております。感謝いたします。コロナもありましたが、コロナのこの前後、コロナが感染が拡大してくる前、2年前と今で比較して市全体のスクールガードの参加人数はいかがでしょうか。そして今後増やしていく方向性についてはいかがでしょうか。学校教育部長。お答えいたします。市全体のスクールガードの登録者数につきましては、平成31年3月末時点で5671人、今年度は5月28日現在で3917人となっております。登録者数が減少している要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響やスクールガードの方々の高齢化によるものと考えております。現在は広報船橋や市のホームページなどによりスクールガードの活動内容について周知し、ご協力をお願いしているところです。今後はさらに船橋市自治会連合協議会、船橋市 PTA 連合会などの代表者が集う船橋市児童生徒防犯対策連絡協議会やスクールガードリーダー研修会などの場におきまして、スクールガードの募集などについてご協力をお願いし、増員に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。朝倉三木春議員。市民に最も近い活動であるスクールガードが、コロナの影響もあると思いますが、1000人以上減っているというのは非常に残念な事態ですので、なんとか盛り返すように頑張ってほしいと思います。さて